知識をちょっと解いてみたいと思います。これ、他の授業であった、教室の問題であります。この二つをマスクで解いてみたいと思います。一番目、微分方程式を解こうということで、この式を、y は0というのを推定値としておいて、そのまんま書いてあります。このダッシュは、プライム演算子というさっきのこれを使ってます。で、これはそのままの形で書くと、ただし y は t の関数なんで、括弧して t というのがみんなついてます。で、これがこれで、y ダッシュの0がこれと。ここのイコールが太いイコールになっていることに注意してください。この制約条件の時には左辺と右辺が等しいよということで、ここは太いイコール。それから推定値は0をとりあえず代入しておいてくれということなんで、点々イコールのコロンであります。これで、yt について10秒間 t が0から10まで解けと。その結果を y に入れようという形です。で、yt が解けました。ここら辺をクリックして、y の括弧して0イコールとやると、ここで指定した0が出てきます。使ってみる問題解けると。ということで、sin t のラプラス変換があって、2回微分と1回微分の公式を使って、ずっとしてだん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 変形してくると、ys が分かったので、逆ラプラス変換で答えという形になります。で、そのグラフがこれです。今度はちゃんとこうやって関数になっているので、もしこれが yt と分かったときには、例えばこれ yt と分かったので、これが式1個だけで、今の微分方程式をラプラス変換使って解く方法であります。で、この答えを y 括弧の t と入れてやると、y 括弧の t を書けと言えば、ちゃんとここの部分を書いてくれると。そうすると、ここで微分してくれと言うと、ちゃんとしてくれるということで、こっちの場合はちゃんとこの式が求められてるので、微分とか積分とかもできると。それに対して ODE ソルブの時はあくまでも、ここの変化の形を順番に、この微分方程式を使いながら解いて取るだけなので、なんかこれ数値があるだけといったようなイメージだと思います。こっちはちゃんと式を求めておると。それ見た目は同じでも、決定的な違いがあるところに、気づいてもらえるといいと思います。もう一個の問題です。この項目ですね、今度、x が1の時に y が1ですよという、0の時じゃない時の、指定点が書いてあるという、そういう問題です。微分方程式を例によって、ODE ソルブで解く時に、x が1の時に y1 が1ですよというのが、ここのところであります。そうすると、ここからしか解いてくれないと。こいつから後ろだけを解いてくれるということが分かって、ここの間がないということが、データとして、ここの間は計算されてないと。ここから後を計算できると、10秒までというんで、ここ1.5秒とかすると、もちろん1.5秒まで計算してくれるという形になってます。それで、今のラプラス変換を使って解くと、t の2乗は s3 乗分の2なんで、こうやって変形していって、y0 は未知数なので、とりあえず y0 として、解いていってます。で、ずっと行くと、この y0 の値がいくつになるかというのを、例の1の時に1になるはずだという条件を使って、y0 を求めることができます。y0 を求めることができたら、ちゃんと1になっているので、その y0 をこれですけども、最初の yt の中に
ここに入れてやると、こうなります。で、まとめると、こういう形になります。ということで、今度は、1から後でなしに、ちゃんと0の時にいくつになるかを求めたので、全体像がちゃんと取れております。したがって yt 取れとるので、ここで y のダッシュの括弧して t で、まあ、シンボリックにかけてやると、ちゃんとこれを微分してくれると。で、それに対して前の方は yx とこれは多分できるんですね、ここでは。ところが、これを外でやろうと思うと、y括弧の1できないと。これから y の括弧の1の時の微分したやつと。できないと。いうんで、ODE ソルブでは、関数の式が求められておらんので、データのこの形としては求められておるけどっていう形なんで、後からこうやって評価することができないと。多分ゼロももちろんできないと思います。いうことが、まあ、これのいいとこは簡単にグラフにできるんですけども、ラプラス変換とかできるもんであったら、こうやって式にしてしまえば、微分したり積分したりも簡単にできると。で、今の問題を全部含めて、1行でやってしまおうというのはこの黄色です。サブスティテュートというのを使って、条件を書いていって、YS と求めて逆ラプラスして、展開せよとして1行で求めております。で、まあ答えは一緒になります。もう1個の方は、y0 を未知数として書いていって、で、t が1の時の答えから1になるようにして、y0 を求めと。そして1回、この答えに対して y0 を未知数として入れておいて、t が1の時に1になるというやつで y0 を求めると。で、y0 が求まったら、その y0 を代入してやって、最初の式に入れてやると、ここで求めた式、本当の答えが求まるというのが流れです。もう一個の作戦は、こういうの連立方程式を解くパターンがあります。y0 がこれになるよということが、ここで分かったと。で、もともとの式はこうでしたよと。ということなんで、yt について、今 y0 と yt の、連立方程式ですので、解けるということになるんで、yt が、こうやってやると、まあ、一つの式で求まります。その答えを yt に入れてます。で、グラフに書くと、ちゃんと、このやつで書いても、yt で書いても、1の時もちゃんと正しいということが分かると。いうパターンで。